お家の中で遊ぶ時のマナー。どうしたんだみんな、やけにおとなしく本を読んでるな。雨の日は本を読むのが一番なんだ。それじゃパパはラルフに金槌を借りに行ってくるよ。わかった。行ってらっしゃい。パパがいないからっていたずらをしたらダメだぞ。わかってるよ。すぐに帰ってくるからな。止めてやる。うわあ、大変だ。くっ、やっ、うわあ、それ、それ。二人とも逃がさないぞ。これでも食らえ。食らえ。うわあ、逃がさないぞ。はいよ、金寿司だ。ありがとう。終わったらすぐ返しに来るよ。お、うん、この釣り竿は初めて見るな。どうだい、かっこいいだろ。これは最新モデルの釣り竿なんだ。糸は巻きやすいし、大きな魚が来ても折れない。そんなに巻きやすいのかい。本当さ、すごいぞ。釣り竿とは思えないくらいだよ。隠れようかな。ああ、どうしよう、早く隠れなくちゃ。あ、ああ。これでバッチリだ。そんなところじゃ簡単に見つかっちゃうよ。どこかもっといいところはないかな。お、あったぞ。キュー、キュー、探しに行くよ。みんなどこに隠れたんだろう。見つけた。うわ。よし、あとお兄ちゃんだけね。それここだ。あ、違ったみたい。見つけた。あ、また違ってたみたい。どこに隠れたのかしら。お兄ちゃん、お兄ちゃん。ここなら絶対見つからないぞ。あ、あれはピーターだわ。危ない。見つけられない。ゴーさんだよ。ピーター、もう出てきてくれよ。今日もまた僕の勝ちだな。二人ともここだ。大丈夫だよ。ありがとう、アンバー。ピーター、どうして屋根に登ったの？大怪我するところだったわ。誰にも見つからない場所を探してたんだ。お家はみんなにとって安心できる場所だけど、遊べば怪我をすることもあるから気をつけないとダメよ。お家で走り回ると家具の角にぶつかったり、物が落ちてきて怪我をすることもある。キッチンやお風呂場は水に濡れやすいから滑って転んでしまうこともあるわ。窓から身を乗り出したり外へ出ようとするのも落ちて大怪我をするもとよ。だからね、体を動かす遊びは広場や校庭に出た時にしましょうね。みんなわかった？うん、わかったよ、アンバー。みんな帰ったよ。おかえりなさい、おじさん。いい子で留守番してたみたいだな。おお、おお、パパ、ねえ、大丈夫？いてててて、あ、
あ、新しい釣り竿が、山火事に注意。ねえパパ、あとどれくらい？あともう少し。1時間前もそう言ってたわ。ああ、うん。パパ見た？あそこに鹿がいたよ。どこに？わあ、わあ、すごい。もうダメ。ママ、はいこれ。やめて。それはいらない。オーケー。はい、チーズ。チーズ。あら？かわいい。おっと、大丈夫？あ、見て、山火事じゃないかな。レスキューセンター、ジンです。ジン、大変だ。ブルームさんで火事が起きてる。山火事？ジン、どうした？ブルームさんが火事なの。山にはピーター一家がいるわ。みんな、今すぐ出動よ。了解。了解。私の指示に従ってちょうだい。まず火から遠い方へ、できれば低い方へ逃げて。火は風に煽られて広がるから、風上へ向かうのよ。ありがとう。風はどっちから吹いてる？風上はどっちの方だろう？あ、パパ、僕たちどうしたらいいの？大変なことになってるの？安心してちょうだい。パパの言う通りにしていればみんな大丈夫よ。そうよね。あ、ママの言う通りだ。パパに任せておけ。どうだ、こっちだ。行こう。はい。風のせいでなかなか火が消えないわ。もう少し、ひと踏ん張りだ。おーい、おーい、マーク、バッキー、よかったら手伝わせてくれ。手が4本増えるぞ。頼もしい。ヘリ、ピーターたちを探してくれ。わかった。あれ、どうしよう、道が分かれてる。ジン、燃えた後の道とまだ燃えてない道はどっちへ行くべき？燃えた後の方に進んでちょうだい。本当にそっちでいいのかい？今まで燃えていたように見えるところは火事が通り過ぎた後だから安全なの。わかった。よし、こっちだ。大変、大丈夫？みんな大丈夫？あ、大丈夫だ。ジン、ジン、あれ、壊れてしまった。どうしよう、パパ、僕たちどうなるの？ピーター、ルシー。おい、聞いたか？ヘリー、ここだよ。よし、安全な場所に連れて行ってくれ。こっちも頑張ろう。よし、はっ、それ。怪我人が出なくてよかった。ロバートがすぐに知らせてくれたから森も助かった。ありがとう。そんな、とんでもないよ。パパすごい、お手柄だね。山火事を見つけたらすぐに通報して、できるだけ遠くに避難してね。逃げるときは低い方へ向かって逃げること。火は風に煽られるから風が吹いてくる方に逃げるんだよ。もし山火事にあっても慌てないようにしよう。燃えた後の方や木の少ない方に逃げよう。道路や岩のあるところも安全だよ。大切なのはパニックにならないように気をつけること。そうすれば助かるからね。はい、わかった。どうしたの？あのね、ママ、リスさんはどうしたかな？
大丈夫よ、安全なところに逃げたはずよ。わあ、あそこ見て。リスたちも無事に逃げたのね。よかったね。よかった、バイバイリスさんたち。自転車の安全ルール。すごい。じゃじゃん、ついに自転車を買ったわよ。ママ、これ女の子用でしょ、男の子のじゃない。何言ってるの、これが今流行ってる自転車なんだから。この可愛いカゴを見て、ショッピングにぴったりだわ。嫌だよ、僕こんなの乗りたくない。どうして、椅子の高さを合わせて乗ればいいだけよ。いい、嫌だ嫌だよ。あ、電話だわ。もうなんでこんなことになるんだよ。ケビン、ダグ。やあ、藤井。こんにちは。それで、これが新しい自転車かい。うん、その…その自転車、女の子用じゃん。なんだと、これが今流行りの自転車なんだ。そうなの、うん、ママが言ってた。うー、そうだぞ、見てよこのカゴ、今までの自転車で一番いいカゴなんだぞ。本当、スージ、ママに自転車で公園に行ってくるって言っといて。お兄ちゃん、行こうダグ。うん、じゃあね、スージ。待ってよ。レスキューチームのジンです。本当？信号が壊れたですって。分かった、すぐに確認するわ。公園の近くの信号が壊れたんですって。あの辺りじゃ子供たちが遊んでるよ。そのままだと危ないね。うん、僕らで見てこよう。行こう、ヘリ。うん、ポリ。ケビン、多分自転車が大きすぎるよ。そんなことない、この自転車は僕にぴったりだよ。そう、僕には大きく見えるけど。ダグ、公園まで競争しない？いいよ、スタート。僕はわざと遅くしてるんだからね。初めから飛ばしちゃうとすぐに着いちゃうから。わかった、じゃあ公園でね。よし、いいぞ、これなら歩道よりずっとスムーズに進める。あれ、ケビンはどこだ？追い越されてないよね。急ごう。もう疲れた。ポリー、壊れた信号についたよ。どこが悪いのか調べるね。了解だヘリー、もうすぐ着くよ。どうしたんだ。ケビン、ちゃんと気をつけなくちゃ。怪我をするところだったんだよ。危ないことをしてるなんて思わなかったんだ。そう、だからこそ自転車の安全な乗り方をしっかり学ぶのが大切なんだよ。わかった。自転車では決められた場所を走ろう。自転車レーンや公園だったら車がいないからね。道路にはたくさん車が走ってる。事故を起こすと大変なことになってしまうよ。だから自転車に乗るときはいつも身を守るものを身につけよう。ヘルメットや肘当て、膝当てをつけていれば自転車から落ちたり事故に遭っても守ってくれるよ。それから椅子の高さは必ず合わせよう。そうすればバランスも取れる、漕ぎやすいよ。大きすぎたり小さすぎたり、体に合ってない自転車に乗ると安全ではなくなってしまうんだ。うん、分かったよポリー。自転車に乗る前に簡単なチェックをするのも忘れないでね。パンクをしないように空気の量を確かめるんだ。ブレーキやチェーンの状態もちゃんと見てね。安全に乗れば自転車は楽しいよ。
きちんと手入れをして楽しく自転車に乗ってね。よしと、ケビン、これがちょうどいい高さだよ。ヘルメットをしっかりかぶってね。ありがとう、ポリそれ本当に君の自転車？うん、もちろん。それ君のママのじゃないの？ママのじゃない、僕のだ。それかスージーの自転車とか。全然面白くないぞ違うって言ってるのに。ねえ、聞いてるの？大雨には要注意。わあ、青い蝶々だ。綺麗だな。あれは何だろう？鳥の卵かな。親鳥とはぐれたんだ。どうしよう。あ、そうだ。よかったわね、卵は無事みたい。本当？だけど親鳥がいないと雛鳥が大きくなるのは難しいわ。それなら僕が育てるよ。チャールズ、野生の動物を育てるのは簡単じゃないぞ。僕頑張るよ、きちんと面倒見るから。ねえ、お願い。よし、じゃあ僕らも手伝うよ。本当に？ありがとう。もうすぐだ、ヒナが出てくるよ。元気そうな赤ちゃんだな。すごくかわいい。やあ、チュンチュン、よろしくね。問題はないようよ。安心したよ。さあ、たくさんお食べ。チュンチュンくすぐったよ。羽をピンと伸ばすんだ、こんな風にね。チュンチュン、やってごらん、パタパタって。チュンチュン、みんな大変だわ。今日はこの後激しい大雨になるそうよ。町に大きな被害が出ないといいけど。危険がないか僕たちで見回ろうよ。ジン、お願いだよ、すぐ洪水警報を出して。よし、僕たちは早速見回りだ。頼んだわよ。大丈夫、もう安心していいよ。うわ、来ないで。川の水がすごく増えてる。誰か助けて、誰か助けて。あ、何か聞こえたぞ。あ、チャールズだ。お願い助けて。どうした、ヘリー。わかった、僕たちもすぐ川に向かうよ。みんな急ごう。お願いだよ、誰か助けて。あ、危ない。やー、ヘリー。チャールズ、少し辛抱して。今レスキューチームが向かってる。チャールズ、みんな。いや、チャールズ、今助けるからな。チャールズ、気をつけて乗ってね。分かったよ。チュンチュンが心配だったのは分かるけど、危ないところだったわよ。そうだね、助けてくれて本当にありがとう。今日みたいな大雨の時にどうしたらいいか教えておくわ。天気予報を細かくチェックすること。雨が降り出したら外には出かけないようにして。
外にいるときに降ったら谷や池や川には近づかないようにすること。水に飲み込まれる危険があるわ。本当だね、水があんなに怖いって知らなかった。洪水が起きたら高いところへ逃げるのよ。感電の恐れがある電柱や街灯からは離れてね。わかったかしら？うん、必ず覚えておくよ。みんなありがとう。頑張れチュンチュン。大丈夫、できるよチュンチュン。ついた火の消し方。服に火がついたらどうするか知っているよね。はい。あ、マフィジョニー、起きろ、服に火がついてるぞ。何？消してくれ、消してくれ。ピーター、ジョニー、服に火がついたときはどうするの？ジョニー、あそこ、まず止まる、走らない。次に口と鼻を塞いで寝転ぶ。そして右左に転がる、わかった？忘れないでね。はい、忘れません。んではみんな、はい、どうぞ。ハッピーハロウィーン。嬉しい、ありがとう、ジーン。わお、ジョニー、いいね、その吸血鬼、ナイスだよ。君の骸骨も最高。じゃあ行こうか。よし。トリックアトリート。あらまあ、ピーターとジョニーね、よく仮装できてるわ。はい、これどうぞ。ハッピーハロウィン。ありがとう。トリックアトリート、ハッピーハロウィン。わあ、ありがとう。トリコアトリート。ヘリー、僕だよ、ピーターだよ。やだな、すごくびっくりしたよ。僕たちにもちょうだい。ピーター、ジョニー、ハッピーハロウィン。ありがとう、ポリー。ヘリー、残ってないようだ。お菓子をくれないといたずらするぞ。やめてくれ、キャンディーをあげろよ。トリックアトリート。クリニー、クリニー、トリックアトリート。わお、かっこいい仮装だね。トリックアトリート、トリックアトリート。なんて面白い子たちなの。はい、どうぞ。わあ。こんにちは。誰もいないのかな。うわぁ、あれ見て。いやに簡単に驚くもんだな。なに、ありゃりゃ、まるで忍者みたいに素早いな。キャンディーを奪う実力はすごいもんだろ。こんなにお菓子があったら復活祭まで持つね。わあ、それどうしたの？すっごくでっかい飴、あっちでロイからもらった。僕らも行ってみよう。あ、ジョニー。ジョニー。ジョニー、ジョニー、止まれ、止まるんだ。まず止まる、走らない、地面に寝転ぶ、そして転がる。そうだった、止まる、地面に寝転ぶ、転がる。ジョニー。ジョニー、大丈夫？
ああ、大丈夫。大丈夫か確認する。動かないでね。ジョニー、危ないところだった。うん、でも本当に怖かった。服に火がついても慌ててはいけないよ。動き回ると火がもっと大きくなってしまうんだ。手で顔を覆って守ろう。煙が肺の中に入らないように鼻と口を押さえるんだよ。そして地面の上で何度も転がって火を消そう。燃えた服が体にくっついているかもしれないから注意してね。大人の人に助けを求めて。わかった、そうする。そうかい。服に火がついた時はどうするの？止まる、寝転ぶ、転がるその通り。それじゃあ分かってくれたからご褒美をあげるよ。わあ、すごく大きいありがとうロイよみちは危険がたくさん。懐中電灯、たくさんのジュース、ああ、地図、あとチョコレート。食べ物より大事なものがあるだろ。急に食べたくなるかもしれないだろ。はあ、わかったよ帰らないの？うわ、なにこれ。君には関係ないだろ。あっそう、先生はそう思わないかもね。ジェニー待って。何よ。僕たち今日の夜ホタルを探しに行くだけなんだ。ホタルがいる場所知ってるの？うん、フクロウの森にたくさんいるらしいんだ。だからホタル探しの冒険を計画してたんだよ。すごい、私も一緒に行くわ。でも危ないんだよ。わかってる、だから一緒に行くのよ。勇気のある人がいた方がいいでしょ。よし、じゃあもっと食べ物持って行こう。あーもうお兄ちゃん、どこ行くの？なんだろう。やあ、二人とも。ケビン遅いじゃない。ケビンごめん。じゃあ地図を見ましょう。うん、ダグ、懐中電灯出して。わかった。じゃじゃーん。ダグ、それはソーセージだろ。おかしいな、持ってくるのを忘れたみたい。なんで確かめなかったの？ケビン、地図は？あれ、ないみたい。どうして地図を忘れるの？絶対リュックに入れたはずなんだ。これじゃダメね、私帰る。ねえジェニー、待って、道は覚えてるから。本当？本当さ、ついてきて。よし、冒険の始まりだ。ケビンがいなくなった？出ていく音をスージーが聞いたらしいんだけど。うん、それで床にこれが落ちてたの。ん？これ何の絵だろう。地図みたいね。あ、ホタルだ。どうしてフクロウの森ってこんなに怖いんだろう。ああ、どうしよう、ヘッドライトが。もう一つのライトが外れる前に急いで森を出なくちゃケビン、この道で合ってる？遠すぎるんじゃない？そんなことない、この辺りのはずだよ。このままだと森のお化けに会っちゃうかもね。お化けなんて嫌だよ。ねえ見て、あれってホタルだわ。見つかるって言っただろ、最高ねえ待って、あれライトみたいに見えない？うん、そうだね。お化けだ。あ、見つけたぞ。あ、大変、スプーキーだ、スプーキー。スプ
勇気、君だなんて驚いたよ。暗い時はゆっくり走らないと。そうだね、ポリ。でも怖かったんだ、ごめんよ。大丈夫だよ、スプーキー。暗い時はいつも以上に気をつけるのが大切なんだ。暗いと人も運転手もお互いのことがよく見えなくなるんだ。暗いところを歩くなら明るい色の服か反射するものを着よう。そうすると運転手からも見えやすいよ。車が来たらまず落ち着いて止まって端に寄って車が通り過ぎるのを待ってから歩き始めよう。こうすれば運転手も君も安心だ。それからもう一つ、夜外に出るときはお家の人に聞いてからにしましょうね。よく知っている道でも夜になると違って見えるの。あれ？だから怖くなったり迷子になったりするわ。さあそろそろ帰ろう。お家の人が心配してるよ。そうだね。見てすごいよ。綺麗。やったルーシーの新しいお友達。そして魔法使いはこう言いましたと。ママ、バディを散歩に連れてく時間だよ。散歩？ああ、今は無理よ。ママは忙しいの。それなら僕が行ってくるよ。私も一緒に行きたいな。本当に大丈夫？ねえねえ、私もバディを散歩させたいよ。ルーシー、犬の散歩は誰にでもできることじゃないんだぞ。ピーター、一緒にサッカーやろうよ。サッカー？ほらルーシーが散歩させていいぞ。本当？今日だけ特別だからな。そうだ、公園からは出ちゃダメだからな。わかった、任せといて。待ってくれジョニー。行こうバディ。バディの友達ね。すっかり仲良しになったんだね。バディ、ちょっと待って。なんで勝手に行っちゃうのよ。こんにちは。犬を散歩させてる時にリードを離しちゃダメよ。はい、ごめんなさい。かっこいい。名前なんて言うんですか？触ってもいいですか？この子はパーシーっていうのよ。知らない人には警戒心が強いの。そうなんですか。どうやったら仲良くなれるんですか？それじゃあ少し離れたところから挨拶してみて。こんにちは、私はルーシーよ。いい感じね。次はパーシーが自分から行くまで知らんぷりをしてて。これでいい。ルーシーを気に入ったみたいね。本当に？危ない。あまり強く蹴るなよな。ちゃんと止めてくれよ。うわかっこいい。映画に出てくる犬みたいだな。お兄ちゃん、この子はね、パーシーよ。こんにちは。うわ毛がふわふわだし、尻尾が長いな。上に乗ってもいいですか？こらこら、勝手に触っちゃダメでしょ。なんで？うわピーター、怒らせちゃったよ。逃げろ。ダメよパーシー。来ないで、助けて。あ、何かあったの？危ない。ピーター、アンバー。パーシー、落ち着いて。
もっと気をつけるべきだったわ。ごめんね。僕たちもごめんなさい。お兄ちゃん、なんでパーシーを勝手に触ったのよ。だってかっこよかったからつい。みんな、どんなに可愛い犬に出会った時でも勝手に触るのは良くないことよ。これから犬との接し方を教えてあげるわね。知らない犬に出会った時は近づいたり触ったりしちゃダメよ。犬が驚いて襲ってくるかもしれない。犬が襲いかかってきた時は物を投げたり走って逃げるのはダメ。ゆっくりと後ろに下がり、犬と距離をとってカバンやコートで身を守りながら周りにいる人に助けを求めてね。それと犬を散歩させるときは必ずリードをつけて絶対に離さないように注意しておくこと。どう？しっかり覚えられた？うん、気をつけるよアンバー。変わってよ、僕が散歩させる番だろ。お兄ちゃん、犬の散歩って誰にでもできることじゃないんだよ。行こうバディ。ルーシーバディ、一緒に行こうよ。消火器の使い方。なんだって？本当に？本当よ、私踊れないの。私のせいでダンスコンテストは勝てないわ。じゃあどうする？踊れないなんて知らなかったよ。心配しないで、僕が教えてあげる。いいよジョニー、シンディはこの町一番のダンスマシーンから教わりたいはずさ。君がダンスマシーンなら僕はキングオブダンスだ。僕と張り合うつもりか？受けて立つよ。ボヤン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 、結構いいよジョニー。はっ、そっちもなかなかいいぞ。へい、これはどうだ？こっちも。もちろん僕もダンスはできなかった。でも二人のおかげで少し上手くなったよ。本当？うん。じゃあビリにはならないわね。ビリだって。優勝だよ。私たちが優勝？よし。すごいぞ。やったわ。ここにも一つ置こう。必要な数の消火器を置き、その場所を覚えておくこともとても大切なんだ。わかったわ、説明してくれてありがとう。もちろん、コンテストもすごく楽しみだ。子供たちもすごく練習したのよ、見に来てね。もちろん。前がほとんど見えない。あれ、こんなところにあったら危ないよ。いいぞ。具合が悪くなりそう。やあみんな、ピーター、私たちの番は次よ。聞いて、秘密兵器があるんだ、見てくれよ。秘密兵器？わあ、どんなのよこれ。次のグループを紹介します。シンディ&ブルームズタウンボーイズです。どうしたんだい？誰か助けて、何も見えないよ。恥ずかしいわ。さあシンディ、これをつけて優勝するんだ。ほら大丈夫だよ、任せろ。できるわけないじゃない。何か始めるぞ。ねえ、何も見えないよ。頼りになるだろ。行くぞシンディ。行きましょう。学ぼう日の用事、教えてくれるよ。強くて勇敢な僕らのヒーローが、一緒に学ぼう。火の使い方を一緒に学ぼう。ロイが教えてくれる。あれ、
った。はっ。消火器を置く場所には意味があるんだ。怪我がなくてよかった。本当に悪かった。もっと大変なことになるところだったよ。消火器があるのも知らなかったな。僕もだ。みんな聞いてくれ。消火器は消防車と同じような働きをするんだ。消火器は必ず手が届く見えるところに置いておくこと。日が当たる場所や湿った場所には置かない。壊れたところがないか時々チェックしよう。中の薬剤が固まらないよう月1回振るんだ。はい、ありがとうロイ。シンディ、今日のダンス最高だったよ。そうだよ、すごく素敵だったよ。ありがとう。一生懸命練習したのにもう終わってしまったのね。それはどうかしら。後ろを見てみて。え？アンコール、アンコール。あ、なに？いいぞその調子。事故に遭った時にすること。今日はジェニーの家で宿題をやろう。うん、3時に家に来てね。でも3時はおやつの時間だよ。もう食べ物の話ばっかり。大丈夫よダグ、おやつに美味しいカップケーキを焼くから。カップケーキ？うん、君の手作りなんて食べないよ。別にいいわよ。じゃあその分は僕がいただきだ。やった。ダグ、おやつ食べてないじゃない。いいんだ。あのおやつはジェニーのカップケーキの後に食べることにしよう。ちょっと、坊や、いいかね。はい。道を聞きたいんだが。どこまで？病院までの道を知ってるかい？一番早い道は、あの角を曲がって、それからあそこをあっちに曲がって、それからこっちに曲がって。詳しく言ってくれ。あっちへ行って、こっちへ行ってじゃ分からんよ。ああ、すみません、はあ、一緒に行きましょう。ついてきて。おお、ありがとう。さあ、着きましたよ。どうもありがとう。いいえ、それじゃあ。さようなら。遅くなっちゃう、急がないと。ココ、降りてきて。あ？ココ、お願い降りてきて。メアリー、どうしたの？ダグ、ココが木に登っちゃって降りてこないの。僕が下ろしてあげるよ。ああ、はい、メアリー。ココ、ね、大丈夫？さて、もう行くね。ダグ、ありがとう。いいよ。早くしないとカップケーキがなくなっちゃう。信号渡っちゃわないと。よし、青になったぞ。そんな風に渡っちゃダメじゃないか。ごめんなさい。怪我はしてないかい？いい、大丈夫です。もう行かないと。ねえ、ちょっと待って。これは大変だ。その子は逃げちゃったの？ああ、待ってって言ったんだけど追いかけられなかったんだ。その子は怪我をしてるかもしれない。名前は言ってなかった？いや、でも茶色い髪で顔にそばかすがあって、あと、あ、青い縞のある服を着てた。茶色い髪、そばかす、縞のある服。ダグ、遅いじゃないか。まさかおやつ食べてたの？いや、僕はただ。いいわ、とにかく宿題を始めましょう。そうだね。ねえダグ、一体どうしたの？膝から血が出てるわ。その車に引かれたんだ。病院に行かなきゃ。でも、ポリ、うん、あの子だ、間違いないよ。やっぱり君だったか。あ、ポリ、僕良くないことをしたけど、でも捕まえないでお願い。大丈夫だよダグ、捕まえに来たんじゃない。君が心配できたんだ。怪我をしてないかい？ああ、これでよしと。でもダグ、大丈夫だからって事故の後行っていいってことじゃないからね。
どうしたらいいかわからなかったんだ。車とぶつかったらやらなきゃいけないことがあるんだ。今から話すからしっかり聞いてね。うん。車とぶつかってしまったら焦らずまず落ち着いて、お家の人に連絡して事故のことを話そう。それから運転手と一緒に病院に行くんだ。運転手から電話番号を聞いて、必ず車のナンバーもメモに書いておこう。事故を見かけた人に何が起きたかを説明してもらってもいいよ。君が悪い。だからみんな今言ったことを忘れずに気をつけるんだよ。うん、パリー。いや、こんにちはみんな。あ、また会えましたね。おお、君か。友達に会いに病院へ行ったんだが、君が連れてきてくれなかったら会えなかったよ。それは良かったです。お、あら、ダグ。やあ、メアリー。ココを木から下ろしてくれて本当にありがとう。なんだダグ、おやつを食べてたから遅れたんじゃないんだね。町の人たちを助け回ってたんだったら言ってよ。ああ、違うよ。おやつの時間もう過ぎちゃったんじゃない。私の家に戻ってカップケーキを食べましょう。イエーイ。もう待ちきれないよ、ジェニー。僕もちょっと食べるかも。あげないもん。